二人。はい、キキチャンネルです。キキちゃんです。こんにちは、キキです。ボスです。ウタです。ウタです。今もうご飯を食べ終わって、お風呂に入り終わって、これから、なんだっけ、箱根の、なんだっけ、言って。わかんない。道の駅。ああ、うん、ホテルのことじゃない。ホテルじゃなくて、道の駅、なんだっけ。今回2泊で、1泊は車中泊。道の駅、あ、箱根、道の駅、箱根峠ってところと、2泊目はこの子も泊まれるホテル GoTo キャンペーンで取った宿に行きます。ということで、これから出発したいと思います。行ってきまーす。行ってきまーす。ベン車の音がうるさいですよ。本当？うん。朝方はね。引き続き日本酒で乾杯。うちゃも寝なさい。寝るかな。食ってんのにな。うたの鼻息の荒さが。はぁじゃなくてさ、うちゃん。昨日。車中泊した箱根峠、道の駅箱根峠です。こんな感じか。まだ8時なのでやってません。今有料パーキングに車を止めて、これからくずりゅう神社に行きます。結構歩くんだよね。結構どこじゃない、 1.2キロ15分。箱根くずりゅうの森があって、くずりゅう神社の方に行ってきます。寒い。でもふーたは元気。神社に着きました。こんにちは。階段を降りて、霧がちょっとだけ晴れてきたけど、まだこ
んな感じです。本当だと、あ、見えてきた、来た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 、富士山が見えてきた。だいぶ霧が晴れたね。お部屋の様子です。これは何だろう。あ、トイレね。トイレだ。そしてちょっと荷物が乱雑に置いてありますけど、ここが、あ、ワンちゃんグッズとかがありますね。しっこマットに、サイレンに、水に、コロコロに、ファブリーズなどが、金庫も入ってますね、ここにね。で、ゲージもあって、ブラシに、なんか、じゃ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 ん。そしてここが洗面ですね。ドライヤーもあるし、こんな感じです。フータの洋服がかけてある。で、眺めがちょっと今日は天気が悪いので、ちょっと出てみます。座ってここで見ながらね、天気が良かったらね、すごくいいんだろうけど。再び中へ。で、冷蔵庫。お水は飲んで、無料なので飲んでくださいっていうことでしたね。コンビニで買ってきたお酒。浴衣も足袋もバスタオルもここに用意されてます。で、ここがベッド。あ、ちょっとテーブルの上が荷物出しっぱなしでごちゃごちゃなんですけど、こんな感じで。これが今回泊まるお部屋です。以上、お部屋から、お部屋からでした。この衣装借りれるの？うん、借りてる。無料で？そうっすよ。で、ここに乗っけて写真撮る。あ、これを着せてここで写真を撮るの？うん。フータにやらせる？いいよ。かわいい。きっとフータだったら、この大きいやつかな。着せてここで撮るんでしょ？抱っこして。ライト付きだよ。すごいすごい。ちょっとやろうよ。おはようございます。外に出てみます。おー、昨日は曇っていて外の景色が見えなかったけど、きれい。ここに富士山の頭が出てるのが見えるかな。あの白いのが富士山です。あー、綺麗。
天気のいい朝です。キャンピングカー開いたと思ったら売店だった。とーちゃん。ちょっとお座りして。そう。はいはい。似合わない。気持ちいいね。到着です。気持ちいいね。ギャーギャーピーピー終わりました。あー気持ちいい。なんかすごい乗り物があります。あーふーちゃんよかったよ、無事着いたよ。命なの。これからお昼ご飯を伊豆村の駅のマグロ道場のところで食べてこようと思ってます。お店ではございますが、出汁を注ぎに行く際は必ずマスクと備え付ける手袋の着用をお願いいたします。それでは失礼いたします。いただきます。美味しそう。回してみて、エビが見えないこっちから。これでこの値段はいいかな。はい、どうぞ。いただきます。タコくんも美味しそう。すごいですね。大トロ、トロ、中トロ、真っ白だよ。ピンク。から帰ります。富士山はちょっと雲がかかって見えづらいけど、では帰ります。